ははいどうもダーーネスローズでですすこんんば本当に今日付変わったばっかり久しぶりにちゃんとしたちゃんとしたというかちゃんとなんか日付変わってすぐにさこうラジオ動画撮れてるんやけど、はいあのー、今回も,もゃあ先に言うけどミケ,ミ,ケアートミケアートっていうか猫コ,コアートっていうんかな今そういうなんかタグになってるみたいだからそういう表現をさせてもらおうかな あのをね使わせてもらってるんだけどあのまあね正直最近特に動きがないんで動きがないというかまあたまにツイートをされてたりとか何かお菓子作ってる写真とか上げてたりとか,なんか結構穏やかな感じで <laughs> あのやってらっしゃるんで全然その特に俺が語るような話はないんだけどただねあのまあ今回。 なんでその三毛猫さんのその猫コ,コアートを使ってこの話をするんかって「まあ常識とは」っていうタイトルにもなってるんやけどそのね常識とはっていう話はまあ直接ね三毛猫さんとは関係ないよちょっとあの名前を勝手に使わせてもらって申し訳ないけどでも似たようなことを言ってる人がいたんであのちょっとそれに絡めて話そうかなと思うんやけどえっとねなんかその別にねその人は自分がそのそのねまあ ちょっとねそういうコメントというか俺の動画のコメントではないんやけどまあそのとある V の切り抜きのコメントでちょっと見たんやけどその,その人の解釈として言ったらそのコメントした人の解釈で言ったら多分ね俺もさっき見たばっかりやから何とも言えないんやけどその人の解釈的には多分ねあの自分が常識人だって言ってるわけじゃないと思うよね。うん、そうじゃないのは俺もよくわかってる そただそのこの論そのねえとそのコメントにあったのがその常識人から見たらその投げ銭を大量に送りまくってるやつは気が狂ってる頭いってるみたいなコメントだったよ。でまあ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 確かにそのめちゃくちゃ金突っ込んでるのってそのそういうふうに見えるんだろうなって思うよ。ただ 実際問題ねその例えばよくねキャバクラとかっていう人がいるんよね。その V とかあとまあ配信者とか、まあ、特に女性のね配信者とかのにそのオスがねコメント <laughs> 男子がねコメントをしてるとかその投げ銭をボンボン投げてたりとかして貢、まあ、いでるっていうんかないう状態になってるやつのことをさ、まあ、キャバクラみたいな感じだねみたいなことで特にそれこそ三毛猫さんじゃないけど、あのー、ルシアちゃんの時もさあのー 大量にその太客でさめっちゃその投げ銭をしてる人には個人的に DM をしてたみたいな話が出たやんでしかも確かにね他の人もやってるんじゃないみたいな噂が出たりしたやんかまあ実際にやってるんかもしれないしどうなんか分からんけど、うん、でまあそれがあったからその太客は優遇されるんだなみたいなことを言ってたりキャバクラみたいだなみたいなことを言ってたりとかしてたんやけどでもねそりゃそうなんや。 結局キャバクラだろうが風俗だろうがそのなんだろう配信者だろうがその YouTuber だろうがなんだろうがそのコンテンツだったりその人に魅力があるからその人に応援の意味で金を払ってるわけでじゃあそ,のそもそも例えばね「そのやれキャバクラだなんだ」はさ別にその人まあ応援するとかって口では言ってるかもしれん客とかがねその,その人応援したいとかって言ってるかもしれんけど結局さサービスを受けるための。 そもそもその意味は違うんだけどただその,その人に金を使うっていうのに関して言ったらそういうこともあるしでもじゃあ言ったらキャバクラとかだったらお金を払わないとそのサービスは受けられないしその人と話すこともできないわけやんか。 でも配信とかって別に投げ銭しなくても見れるやんまあメンバーシップとかあるよメンバーシップとかはまあでもあんなもん数百円だしまあ高くても数千円だしそんな大した金額じゃないからただその投げ銭とかだったら赤スパとかだったら1万超えてくるわけやんかだからそういうのを見てたらそれ別にしなくても話せるのにわざわざ金投入すんとおかしいっていうふうに言うんだけどそれがやっぱり純粋な応援じゃないかなと思うよでさっきの話と繋がってくるんやけど そのキャバクラだなんだってそれはあくまでその別に払わなくてもその対価でサービスその払った分の対価がもらえてるわけやんその,その人と時間を過ごせるだったりとかお一緒にお酒を飲めるだったりとかなんか濃厚なサービスが受けられるだとかそういうようなさその対価として支払ってる分やけど例えばチップを払ったりとかその人にね で別にチップ払う必要ないやんその人に別に別払わなくてってただ単に酒飲みに行くだけだったら自分が酒飲んでさその人にさ水飲ませてさそのキャストのドリンク頼まなくても別に行けるわけやんでも頼むでしょ見え張ってそれと一緒なんようんで見えはるだけじゃないやん別にただ単にさ自分だけ飲んでんのおかしいからさじゃあ君も飲んでしかもその,その人の稼ぎにもなるわけだからその応援それ応援じゃないけどさなんか うん、っていう意味でやってることでしょ。で、それも配信者も一緒なんよ。うん。だから、その、サービスの対価としては、言ったらさっき言ったようなあの、メンバーシップみたいなのがそうよね。そのメンバーじゃないとその動画見れないわけだから、そのためにお金を払ってるわけよ。それは対価でしかないんよ。その、まあ、あの、何て言うんかな。これはどっちかっていうと、あれに近いんかな。あの な,なんて言ったらいいんかななんかそのまあサブスクに近いんかなどっちかっていうとだけどそのじゃあ投げ銭はって言ったらもう完全にさそれは余分に払ってるわけやでもう完全にその別にサービスの対価でもなんでもないし別にそれ払わなきゃ動画が見れないわけで動画とか配信が見れないわけでもないのにわざわざその子のために払ってるわけやまあコメント読んでもらうためだったりとかするけどねやけどまあそれってさそのドリンク頼んだりとかその キャバクラとかでさそのシャンパン入れたりとかするのと一緒やんか言ったらそれって。うん、でこれが気が狂ってるっていうのはそもそも金銭感覚の問題な衣食住は別よその。住むところであるとか、えー、と食べることであるとかその、ね服であるまあ、最低限の服であるとかっていうのは別だけど。 そ,のそれ以外の趣味とかで例えば服でもめっちゃおしゃれな服ちょっと高い服買いたいとかもそうだしいい家に住みたいとかもそうだし銃でもねその食でもさその普通に最低限の食事じゃなくてめっちゃ豪華な食べ物食べたいとかお寿司食べたいとかステーキ食べたいとかそういうのも含めてさそれ,それって趣味の領域だしその言ったら嗜好品なわけやんタバコとかでもそうだけど酒とかでもそうだけどね。 だからそれってそ,のそれが理解できないのってそれの趣味を持ってない人にはそれは理解できないよそれに金を使うことは。タバコでもそうだし食べ物でもそうだしもっと安くていいのあるのにさいいのっていうか腹膨れるものいくらでもあるし住めるそのもっと安くて住めるとこいくらでもあるのにそんな高いとこ金払っての頭おかしいって言ってるのと一緒だからそれってその個人の感覚でしかないよね。でその,そのその人が言ってた。 えーとね常識人はこうだみたいな話もあるんだけどこれもねうーん俺ね正直ね一番嫌いなんよ常識ではこうだよねとかあの何々だとこう普通はこうだよねみたいででもねそのこれ言ったら多分ねそ,のそれ書いたやつはそういう意図で言ってないって多分思うと思うよだからそのあえてさらに補足させてもらうと。 これを第三者的的にに言っっててんのが一番キモいなと俺は個人的に思ってるよ例えばいや普通はこうでしょうって自分の意見として言ってる分には、まあ、これも痛いけどただまあ自分の意見じゃんでもいや俺は別にいいけどさこれ普通はこうでしょみたいなこと言うやついや俺はいいけどとか。 俺は気にしないけどこれ普通の人は嫌がると思うよとか常識人はこれ嫌うと思うよみたいな話するやついるんや自分は別にそう思わないけど常識人は嫌だと思うよとかなんか一個クッション挟んでそういう文句言うやついるんよね。でこれが典型だったんよその,そのコメントが。だからそれがねかなりあってでそれこそ何でこれで三毛猫さんの話を挟んだかっていうと三毛猫さんが同じようなその隠立とかで言われてることがあったよ。 あのな何,何歳にもなってうんたらかんたらみたいな入い方結構多いしその常識的にこんなことやってんのおかしいだろうみたいなんとかさ、うん、常識的にとかその何歳になったらうんたらかんたらとか別にどうでもよくないって言うのうんそうお前の中の世界の話だからかお前の中の世界というかまあその,その一般論で言ってるだけでしょみたいなそいつ本人とは関係ない一般論だから結局。 うん、一般論って結局一般論だから <laughs> そのこ個々人には関係ないんよ正直個々人には関係ないというか通用しないんよそれってみんな違うから。うん、でみんな違う中でそのある程度その会話したりとかそのその共通の認識を持たなきゃいけない共通の何て言うかなその共通の理解っていうのを深めるために一般論っていうのがあるんであってそれを相手に押し付けるのは違うんよ。 一般的にここうううなんだからお前もこうしろよっていうのは違うんよ。でそっからずれてるからお前違うとかお前頭狂ってるっていうのは違うんよ。うん、言ってるお前の頭が狂ってるからそもそもがね、うん。っていうのがめちゃくちゃあるんよ。でその三毛猫さんのアンチで言ってるやつで「そのまあ、やれ三期生に謝れボット」とか「そのやれ原神界隈」とか「まあ、ゲーム界隈」とかのやつを除外したとしたら残るのって全部それなんよね。 あの常識的にどうたらこうたらとか、あのー、なんていうんかなそういう系のやつその普通はこうでしょとか、うん、こんなことやってるやつ頭いってるでしょみたいなとかなんかそういう系のがめちゃくちゃ多いから、うん、でそういうこと言うやつ多いんやけど実際自分がの趣味趣向の時にそれ言われたらその俺に普通を押し付けるなとか言うんよねそういうやつって。 うん、でさそのさっきキャバクラの話したけどそういうさ夜の業界のさお,お客様でもさよくそういう人いるやんか結局いや普通はこうでしょいや君らの世界ではこうかもしれんけど普通はこうでしょとかってほざくやん <laughs> ああいうのがさキモいなって思うよ正直いやそれお前の世界ではそうかもしれんけどそっちの世界でそうなんだからお前,がそお前のお前のお前の常識を押し当てんのおかしいだろっていう話なんよそもそもねでさあのー この前なんだっけなこの前っていうかもともと結構前にそのさえっとなんていうそのリツイートがね回ってたんやけどあのなんかの,の Q&A みたいなやつで風俗嬢の人かなんかが質問かなんかをしててそれに対してなんか毒舌で答えるみたいな,な Q&A みたいなのがあってその風俗嬢ってやっぱり汚いって思われてるんですかねみたいなことをそのおっしゃって。 その質問でおっっしゃっててそれに対して返答で「それは汚いよ」みたいなこと返しててでその理由がよ理由がよ <laughs> あのねそのそれはだってそのいろんなやつとさから体を許してるというかまあそのね金銭的なものでやってるんだからそれは汚いなんか松屋のスプーンは汚いでしょみたいなことを言ってたわけよまあよったいいろんなやつがその口に入れてるからねっていう話をしてたんやけど。 うん、その論理はむちゃくちゃだろうと思って <laughs> で「空汚いだろ」っていう言い方も違うやろって思ってでね、あのー、なんだろうなこれね2タイプあってその本当にそういうサービスを一切使ったことがないあのひろゆきみたいなやつがさ <laughs> あのそういうなんかそういう業界を一切使わないしなんか毛嫌いしてるようなさ人がさそ,こそういう人間に対してヘイトを向けるみたいなのが1パターンあってそれともう1個あって実際自分は使ってるのに いざそこに行ってさなんかネチ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 小汚い顔してさネチ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 説教してみたりさあのこんなことなんか両親が知ったら悲しむよとかほざいてみたりとかさなんかあのあ,のあれもそうよあのタトゥーとかもそうよタトゥーとか入れてのみたいなさその親からもらった体にとかなんか気色の悪いなんか説教したりとかさするやんかああいうのがさ結局そのなんていうんかな 俺も別にさ、あのー、個性のさが個性を大事にすべきとかそんなことを言いたいんじゃなくてその押し付けはいらないでしょ大事にするとかしないとかその個性を理解できないできるとか別にどうでもいいよ別に理解してもらいたいと思ってないだろうしその人もだけど自分の常識とかさ個性とか自分の価値観をさそういう風に押し付けるとかさっていうのってクソキモいよねって思うよ。うん 結局さそのさっき言ったその風,俗風俗状が汚いっていう話もさ実際自分が使ってて言ってたりするからね、基本で、まあ、毛嫌いして言ってる人もいるだろうけどそういう人は多分、そんなこと言わないから思ってるかもしれないけど言わないんよ興味ないから嫌いだからだけど1回でもそのサービスを使ったことがあったりするから言ってるんよね。自分がそういうことしてたり周りのやつがこういうことをしてたからそ,のそんなところで働いてるやつは汚いみたいなことを言ってるんよね。 結局それってもう自分の価値観でしかないしうんそれってどれだけの理由があってやってるのかとか何のためにやってるとかもう本人人によって違うわけよね。まあ仕事まあ他の仕事でもそうだけど何の仕事しててもさ何のために稼いでるとか何のためにその普通より普通っていうか一般的なその昼食よりもさ稼ぎの多い仕事してるのかとか配信者とかでもそうやんかその稼げばめちゃくちゃ稼げるわけだから。 そういうとこでやってるのって何のためにやってるのかってみんな違うしなんかみんな一律でさ例えばホストやハマってるんだろうとかなんかめっちゃ借金があるんだろうとか金遣い荒いんだろうとかっていう風なイメージつけたりとかするけどあと逆に言ったらなんかめちゃめちゃなんか親孝行してそのためにやってるみたいなことなんかそういうなんか美談にしたりするけど正直そんなやつまれだと思うよ。あの その何だろうその何かにはまってるからとか何かにめちゃくちゃ金突っ込んでるからっていう人はまあたもちろんたくさんいると思うけどそ,のそれは別に風俗に限ったことじゃないしでしかもねあのなんかそういうなんか美談でさなんかその親の借金を返すためになんか体売ってるんだみたいなとかそんなんてそそそううなないよそんなんじゃなくて自分の生活のためにやってたりとかするわけよ。そそっからそのスそのストレスを解消するために 配信であったりとか。まあホストであったりとか、そういうところに通うわけやんか。そのお,お姉さまたちはね。言ったらね。だからそれってさ。その。な何て言うんかな？そのその人の価値観があって、その人の生き方があって理想でやってるわけだから、それに対してさまあ。俺は理解できないとか。俺はそういうやつと仲良くしたくない。っていうのはもちろん勝手だけど。 その別に理解する必要はないと思うよ理解できないならしなくていいしそ,のそういう店を使わないなら使わなくてもいいけどだけどその,そ,のそこでやってる人間を否定するのは違うでしょっていう話なのよ、うん、そういうやつが多いので言葉ではそうは言わないよ俺は偏見ないからとか言うんよそういうやつに限ってね偏見ないって言うけど実際その LINE のやり取りであるとかその場での会話とかでその偏見もろ出しで喋ってるんよ 実際本人気づいてないけどね俺優しいだろうぐらいの感じで喋ってるけど実際は偏見丸出しなんよ。<laughs> でなんかなんかキモいお客さんとかいるんでしょとかってお前がキモいんだよっていう話なんよ <laughs> そんなこと聞いてるお前がキモいんだよってう話なんよ <laughs>、うん、だ,からうんだからそういうのがやっぱりそので価値観が理解できないんだったらそこに触れない方がいいんよ結局ね。その なんか変に分かってもないのにフォローしようとしたりとか分かってもないのに文句言ったりしないでさおとなしくさそのサービスを享受しとけばいいわけやん別に金払ってそのサービスを受けれるんだからそれをさネチ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 ごちゃごちゃごちゃ言うからおかしになるよでもそれって何でそんなことするかって結局それで自己顕示欲を満たしてるんよねそのまあ金払って女を抱くのもどっちかっていうと自己顕示欲を満たしてるんかもしれんけどちょっとねだけど それと同時になんかその若くてかわいい女の子にその小汚いおじさんがさそのなんだろう上から目線でさ説教してみたり言ったりすることによって俺はなんかそういうのが肝になってでそれと一緒なんよその常識人はそんなこと言わないとかそんなことやらないとかって言ってるのってそれと一緒なんよはっきり言って。 うん、もうあのレッテル張りでもないけど、なんか、うん、己の世界の常識を人に押し付けすぎないよね、結局。己の世界っていうか、まあ、もう日本全体でもそうよ、日本全体の常識だとしても、それを個人に押し付けるのは違うから、ね、基本的に。うん、なんその辺がなんか、一番キモいなと思ったから、俺もそのコメントをせずにいられなかったよね <laughs>。俺もそのス,ルスルースキルがないからね、基本的に、スルースキルゼロやから。 スルーするつもりが全くないから、うんはいまあ、ちょっとヒートアップしちゃったんだけど、まあ、そんな感じでね、はいまあ、だからね三毛猫さんの件もそうなんよ本当にそのお前の常識を三毛猫さんに押し付けるなよっていう話三毛猫さんだけじゃなくて三毛猫さんのリスナーのね猫ファミのみんなにも押し付けるなよってお前の常識関係ないからとかそのお前が 3, 3期生に謝れって思ってるとか関係ないしホロライブがどうのこうのとか関係ないから。うん 単純にこの人が好きだから見てるんよみんな、うん、お前らがちゃちゃ入れると世界ではないの、うん、嫌いなら嫌いでいいからほっとけっていう話なんよ、うん、それも全部一緒よ毛ヘさんもそうだしその夜の業界もそうよ全部一緒嫌いならほっとけっていうことなよほっとけないでごちゃ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 言ってるからキモいんだよっていうことなよはいまあそんな感じですはいダークネスローズでしたバーイ